一休さん、ドクロを担いで。昔々、一休さんというとんちで評判の小僧さんがいました。その一休さんが大人になった頃のお話です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしますと人々が挨拶を交わしているお正月の朝、初詣でにぎわう町通りを汚い身なりの坊さんが一人やってきました。一休さんです。しかしどうしたことか、長い竹竿一本を高々と担いでいるのです。そしてその先っぽに何やら白いものがくっついています。なんだいあれは。よくよく見るとそれはドクロでした。人々は気味悪いドクロを見上げてびっくり。正月早々なんと悪ふざけをする坊主だ。一休さんは頭でもおかしくなったのかと口々に騒ぎました。けれども一休さんはそんな言葉を全く気にせず、すました顔でドクロを担いで歩いています。物好きな人たちは一休さんの後ろからワイワイとついてきました。やがて一休さんは町で一番のお金持ちの金谷久兵衛さんの立派な家の前に立つと、耳が痛くなるほどの大声で、頼もう頼もう、一休が正月の挨拶に参りましたと言いました。家の中から人が出てみると、汚い身なりの一休さんが気味の悪いドクロをつけた竹竿を突き立てているので、腰を抜かさんばかりに驚き、大慌てで家の主人に知らせました。いつも敬っている一休さんがわざわざ挨拶にやってきたと聞き、主人は急いで出てきました。いや、これはこれは久兵衛さん、明けましておめでとう。一休さん、これはどうもご丁寧に、今年もどうぞよろしく。挨拶をしてひょいと竹竿の先のドクロを見た途端、おおと言ったまま真っ青になりました。もし一休さん、これは一体どうしたことですか。正月早々ドクロを持ってくるなんて縁起が悪いにも程があります。怒る久兵衛さんに、ふっは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 。一休さんはお腹をゆすっての大笑いです。まあまあ久兵衛さんや、正月早々驚かしてすまん。これには訳があるのじゃ。どんな訳ですか。うん、その前にわしが作った歌を聞いてほしいがの。一休さんは声高らかに歌を読み上げました。正月はメイドの旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。一休さんの歌に久兵衛さんは首をかしげました。はて、めでたくもあり、めでたくもなしとは、一休さん、これはどういう意味でしょうか。うん、誰でも正月が来ると一つずつ年を取るということは、正月が来るたびにそれだけ冥土へ近づく、つまり死に近づくわけだ。だから正月が来たといってめでたがってもいられない。それでめでたくもあり、めでたくもなしじゃよ。おお、なるほど。どんな人でも必ずいつかは死ぬ。そしてこのようなドクロになり果てる。こういう私だってあと何回正月を迎えられるかわからん。あんたも同じじゃよ。はい、確かに。久兵衛さんや、生きているうちにたんといいことを知らされや。そうすりゃ極楽へ行かれるからの。はい。あんたは大金持ちだ。少しでいいから余っているお金は困っている人たちにあげなされ。メイドまではお金は持っていけんからな。はい、さいなら。
大金持ちの久兵衛さんをはじめ、他の大勢のお金持ちがこの一休さんの教えを守って貧しい人々を助けたということです。おしまい。